エリちゃんお疲れさん。ミルクなみなみついとったね。もうないな。あとでもう一杯あげようか。よし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 。お疲れさんでした。3番目の赤ちゃんはこの子かな。この子ですね。はい。こんな顔、こんな顔、かわいいですね。で、この子は背中に1点。ほらほら、またこかすで。背中に1点、ここ黒いところがあるだけで、すごく綺麗な濃い黒色ですね。娘の方のは若干赤みかかった黒色。娘の方はちょっとね、これだと分かりにくいんですけど、若干赤みかかった黒色。鈴風がね、生まれた時こんな色で、で、血統書登録レバーにしたんですけどね、今では完全にブラックターンになってるので、まあこの子もブラックターンになるでしょう。よいしょ。お顔見せるにゃ。こんなお顔にゃ。この子は小顔で系ですね。耳が大きくなりますように。先ほど口の中も全部、耳の中を覗く機械でチェックしまして、3人とも問題なし。3人とも狼爪も出てなくて、で、鼻甲裂、口蓋裂もないと。問題ないですね。無事生まれたね。あと、梅ちゃんの再来か？素晴らしいね。はい。はい、ちびちび。あ、おっぱい吸ってた。ごめんごめん。はい、どうぞ。あ、はい、飲んでるね。あ、エリちゃんが SB ラックミルク今飲ましたから、そのに独特の匂いが、とてもするにゃ。猫になりますように。お母ちゃん安心して今日仕事行っていいのかな。